それではそれぞれの仮名の口の形を詳しく見てみましょうまず作業を発音する際は「スッの発音を覚えましょう「スッを発音する際は舌をこのように下の歯の裏と はぐきの間くらいにつけます。そして、下先を上げ、舌の上を少し開けて、息を前に出します。一度、やってみましょう。私の後に続いて、やってみてください。 うまくできましたか今の音は作業のさ、す、せ、その発音に使います。覚えておきましょう。次に作業のしの発音で使うしの発音です。し は、ローマ字で、s-h-i と書いてありますが、他の、さ、す、せ、そ、so、は、sa、s-u、se、so と表記します。表記が違うのと同じように、 発音も少し違います。一緒に覚えましょう。しを発音する際は、すの発音と同じように、舌をこのように、下の歯の裏と歯茎の間くらいにつけます。そして、先ほどのす の時よりも、舌の奥を上に上げ、舌全体を少し奥に引くイメージです。舌の上を少し開けて、息を前に出します。あまり舌を前に出しすぎないように注意しましょう。それでは、一度やってみましょう。 私の後に続いてやってみてくださいしししいかがでしょうか